いや、結局どうすんのこれ。また情報収集か。申し訳ないが、今出直してきてほしい。よう、なんか縁があるみたいだな。縁などまやかしだ。あんたの言う通りかもな。この年の古くよりの主に。ベリウス、あんたもどこかのギルドの使いか何。そのような卑俗なものとは違う。卑俗。答える必要。まさか世界を救うとか。なんだあいつ。お互い様だな。情報収集全然進まんな。まあデュークにあったか。闘技場の街というだけあって、いる人たちの顔ぶれは様々ですね。そうね、目的がバラバラだもの。戦う人もいれば、見物客もいる。私らみたいのもね。私たちは周囲の人たちにどんな風に見られているんでしょう。戦い目的じゃないかしら。あんたとユーリはそうでしょうけど、エステルはどう見たって見物客でしょう。なら僕は迷子の子供じゃない。そんなひどい。じゃあ俺、やっぱりいいわ。なんか予想できたんで。ベリウスは獣人だな。おめえが先に手を出したんだろうが。はあ？何言ってんだ。お二人とも、やめてください。こんな街中では皆さんにご迷惑。ガヤ突っ込んでろ。物騒なもん振り回すなよ。なんだお前。私が悪いのなら後で謝るわ。あなたたちが悪いのだとは思うけれど。ちっ。大丈夫です。これを。あなた方ギルド、ブレイブベスペリアだよ。しゃっかり宣伝し。あんたはルーインズゲート。喧嘩を止めたいんなら。はい。ルーインズゲートのお願い。内容にもよるな。ここで闘技場まで。ちょっとこの辺だるいよな。人に聞かれたくないよ。でもルインズゲートに顔が通れば
欲張ると一つ一つがフェロー探索と。そうだね。でも話、そう、しょうもない話だったら断るわよ。とりあえず闘技場に行ってみるか。ちょっと前まで散々依頼は一個ずつだって言ってたのに。話それ狭まらんと思ってて心配してたのに、全くすぐルール破るやん。受けるかどうかはまだ話を聞い、実はパレストラーレを乗っ取ろうとして。乗っ取り？いきなり物騒。でもな、別のギルドのことだし。パレストラーレには闘技場。そっか、そう。もし別の人間が上に立って、エンテレケイア、あ、すみません、この町を作った古い一族で。キャラ立てしてするためにどもらしてんのは分かるんだけど、ちょっとそれってクリティア族のこと？で、どこの誰なのよ？闘技は？いや、やつは大会に参加し、そして大会で とても危険なやつ。そりゃパレストラーレも。で、早い話が。周り、そいつの目的って。もちろん、オトリバイアさんの爪は。キュモールの野郎あたりがか。まさか。キュモールとリバイアさんの、さて。どちらにせよ、リバイアス帝国とギルドの関係が。フェローはどうするの？あなた、本当に。あの。難しくはな。な、やるんでしょ？うん。じゃあエステリア、リター、レイブンにもお願いできないよ。これはルインズゲートに対してブレイブ・ベスペリアが受ける話だもん。それじゃあ悪いけど、ジュディとどこかでぶつかるのは勘弁だな。個人なんか。あら、私はやってもよかったのに残念。今回はおとなしくしてるわ。ボスが出るまでもない。あ、ちゃん、俺たちにとっても悪いは。うん。では、準備。わりかしあっさり出ることになったな。寄ってって、百戦錬磨やりますか？参加するんですね。早いな。話回りくどいなと思ってたら、ここはここで早い。最初にこの大会の、まずトーナメント方式で行われるよ。3回勝ち抜けば、見事チャンピオンに勝てば、あなたにチャンピオンの座。それでは第1回。ユーリー、ユーリーなら怪我しないように。出たかったわ。まだめちゃくちゃ目立ってんな。さあ、本日の1回戦、フレッシュギルド、ブレイブ・ベスペリアの対します。相手、元騎士にして政治活動家、投獄で決まるぞ。えぐんな。百戦錬磨と青2歳、結果は一目。さあ、地獄と天、ファイト。すぐ楽にしてやる。これなら。オールユーレンガ、オールユーレンガ、オールユーレンガ。ま、肩慣らしはこんなもんか。第2回戦、地獄。人ではどこだ。対しますはブレイブ・ベスペリア。選手たちを冥界の扉に。対戦相手、ファイト。すぐ楽にしてやる。余裕。
まだまだ軽い軽い。続きまして第3回戦、不敵なる仮面の剣豪ジョン・ドゥ・マルク。華麗かつ剛腕なり。対しますはブレイブ・ベスペリア。まぐれか実力か、熱くたぎる魂の炎ファイト。確実に仕留める、覚悟しな。フッ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 オーユーレンガダン、オーユーレンガダン。なんだこんなもんかよ。剣もらったよ。さすがユーリー、あいつ頑張るじゃな。まだまだ盛り上がっていくぜ。紹介しよう、大会史上も。そんなやつと三連戦なてらすの。甘いマスクに鋭い眼光、フレンシーホーだろうな。ユーリ、お前か。冗談はやめてくれ。こりゃはめられたかな。そうらしいな。男たちよ、燃えたげ。観客に八百長試合を見せる。少しは手加減をしてほしいな。よく言うぜ。簡単に受け止めやがって。いや、気持ち悪い気持ち悪い。飛ばしていきますか。はっはっ、出陣剣。ほら、よっと。手短に事情を聞こうか。どうなん、もう普通に戦わんの。使っちまったやん。それ以上は言えない。闘技場で勝ち抜く任務って一体何のことだよ。言えないんだ。気持ち悪いわ。ん？なんやっけ？よっと。カテン相手じゃないんだよな。ほらほら、失戦か。ほらよっと。もう何なん、イベント戦なのかどうなのかはっきりしてほしい。あんま一人で無理すんなよ。張り切っているのは君だ。そんな楽しそうな姿を見るのは気持ち悪いわ。そろそろエステリーゼ様。悪いけどそれは俺。エステリーゼ様は、あのお姫様は俺。まもうだるいな。どうやって。ユーリー・ローエル。あらあら、こいつ、これは大変、大ハプニング。ユーリー、俺に殺し、生き延びたのはお前のためじゃねえぞ。俺を初めて傷つけた。やる気出すならも見ろ。うわ、ブラスティアよ。なんか気持ちが悪くて。あのブラスティア、ジューディス。ちょっと、これはもう大会。どうだこの腕は、お前のせいだ、ユーリ。さあこの、しつこいと嫌われるぜ。嫌われん要素こいつにないだろここが貴様らの終焉の地だ。あんた、ブラスティアをそんな使い方して許されると思ってんの羨ましいのか、俺の左腕が。その執念、もっと別のところに向けろよ。あがめろ、ひれ伏せ、恐れろ。ドラキだ。 ドラキだ。 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 ドラ
どうかしら。奇妙な腕に仕上がって見逃さないわよ。私は力が湧いてきます。いい感じだ。当然の結果制御しきれてない。ブラスティア不全や。偽物のために捕まえてあった魔物だ。多分今ので魔物を閉じ込めていたシルトブラスティアが逃がさないわ。魔物
とな、ジュティスを攻撃が1が終わらんかな。やっぱり近接2の方がいいよな。負けるもんか。行こうか。進撃行くよ。大丈夫か。やり終わった。コーピーが回復してる。今なんか使ってくれたかな。これが僕の実力だ。ジタバタするなよ。ボリューレンガ。あどけなくて激闘です。激闘アッパー。こんなのどうです。ボリューレンガなんだ。いや、ちょいとしんどいね。口じゃなくて手動かして。ギルドの人間がいっぱいおる町やっていう噂だったやん。ちょっとどういうこと。この箱のせい。あいつ騎士団に告ぐ。ソリアは正体を隠し客を避難させるのが先だろう。残りは私と観客の護衛だ。まあフレンなら考えてるか。俺たちは行くぞ。ジュディスとイヌコロが先に行ったわよ。ああやれやれ。ちょっと待てよ。おいってば。全然清廉潔白なギルドじゃなかったな。亀の甲羅、相変わらずだな。街の外に逃げられたわ。逃げ足の速い野郎だ。まだラピードが追ってる。ラピードが追いついてくれてればいいんだが。それにしてもどうなってるの。どうやららしいな。フレンのに任務。お姫様を連れ返しにってこ。それなら闘技場の大会。じゃあ一体。さあな。ラーギーの思惑を邪魔するものだ。でもあの温厚そうなラーギス。箱を奪ってった時のあいつは。ルーインズゲートは表向き。それにしてもあのクリアシエルって。分かってるのは私の魔術があの箱のせいで暴走したってことくらいか。あんな風にボーディブラスティアが制御。ねえ喋ってる。そうね。
ないんか。ラーギの野郎、一体何のためにあの箱を。天才少女の魔法ちょい異常だったからね。あの箱と関係してるって思ったんじゃない。ラーギさん、箱の中身が何か分かったってこと。追いかけて捕まえればはっきりするわ。そうね、中身が分かったから盗んだというのならクリアシエルのことも知ってるんでしょうし、捕まえれば四無限の町のことも分かるかも。こりゃますます逃がすわけにいかねえ。はい、急いで追いかけましょう。どっから町の外に出るんだろうか。こいつがあれば匂いで追えるな。あの箱を取り返さなきゃ。それもあるけどな、ギルドは裏切りを許さない。うん、西の山脈は旅支度のないまま通り抜けるのは無。ああ、闘技場の方は大丈夫でしょうか。気になる。じゃあエステルたち。え、これはギルドの問題だしな。ごめんエステル、私、それにあの箱盗んだバカに。私は。自分で決めな。行きます。騎士団を妨害しようとしたのなら。そっか。まあ、じゃ準備。ラピードの装備見たいけど。ギルドドマルシェ、それにルインズゲート、カエルのうるせえ、アストアライアンス。やっぱり一つ足りませんね。それは一体何の話だ。ユニオンの五大ギルドですよ。これまで4つとは関わりましたけど、あと1つが。ああ、そういや名前も聞いたことねえ気がするな。なあカロル、五大ギルドってあと1つどこなんだ。ああ、それならカジギルド、スミス・ザ・ソウルだよ。へえ、そんなギルドもあったんだな。多分ユーリもスミス・ザ・ソウルが作った剣とか知らずに使ってたはずだよ。鉄槌のギルドマークが入った武器とか見たことあるでしょ。ああ、下宿先のおかみさんが使ってた包丁にそういや刻まれてたな。ちょっと窃盗多めでいこうか。僕に任せて。交流連合団、交流連合、交流連合団、交流連合団、固いな。勝利の合図。俺、はい。痛いぞカロル。
闘技場で悪党をぶっ飛ばすだけだったはずなんだがな、いろいろごちゃごちゃ出てきやがって。フレンまでいるとは思いませんでした。それにあのザギっていうの、馬だよな。逃げたラーギーもね、全部が偶然とは思えないわね。時間軸どうなってるん。さすがに重なりすぎよ。偶然だったら最悪だな。俺らどんだけ運が悪いんだよ。あれもこれもリヴァイアさんの爪が裏から糸でも引いてるのかね。状況を見つめ直すのもいいけど、ゆっくりしていると逃げられちゃうわよラーギーに。だな、話はここまで。行くぞ。戦闘しても全然いいと思ってるんだけど、道歩いてたらあんまりなんか。ヤバそうな敵ね。気引き締めろよ。まだまだここから。力合わせていきましょう。だいぶ敵が硬いような気がするんだけど、こいつらのレベルを見てみようか。よっと26。僕たちの余裕勝ちだい。26。みんな気をつけて。慎重に行きましょう。どうにかして。カメラ欲しいよな。なかなか。大丈夫か。ゲームの活力ここへ。誰か炎症中の援護を。分かってるわ。白き天に使いたち、その微笑みは我らに。大丈夫。昇竜連合団。きらめいて太陽の上に貸して。昇竜連合団。きらめいて。空振りで使っちまった。先を急ぐぞ。ジタバタするなよ。まだまだここから。スキル全然覚えなかったけど、見当たらないわね。ここを進ん、これを抜けて山の向こうに逃げたってこと。でもここはカドスの喉笛って言われてる洞窟で、プテロプスって強い魔物が住んでて危険なとこなんだって。前に何が言ってた。何から聞いたんか。それを知らなくて進んでいったのかしら。
隠れて俺たちを嫌。さて、俺たちを闘技場に立たせてど。とにかく。仕方ないですね。リヴァイアさんのつ。やってやる。飛ばしていきますか。でも使えてほしいよな。邪魔な連中だぜ。ルーインズゲートとリヴァイアさんの爪は繋がってたってところか。手伝うふりして剣許せない。正しいギルドで有名なル。待って、ジュディス。 あらで、さっきも言ったでしょ。なあ、もうやめ。俺様はベリウスに手紙渡す仕事。またドンに死ん。私は追いかけるわ。あんな奴に遺跡からあの箱も返してもらう。私も行きます。何言ってんの。待ちません。そうだ、みんなで行けば。なんだよ。来るんかい。相手に不足はねえ。慎重に行きましょう。放流レンガ。カメの俺が攻撃してるんだ。白き天の使いたち、その範囲を守る。勝利の合図。俺、はい。まだまだ。完了。最近武器と防具ばっかりでグミを補充してないんだけど、あるかな。 TP 回復。華麗に勝利。いい感じだ。完了。ぶっ飛ばすからね。ランマピンショット。闇の微笑。まだまだここから。あれ？ TP 回復あったよな。
ジュディスだからか。忘れてた。強敵です。勝てるの？交流連が。一発だ。まだまだここからだ。エッグベアだったかな。ついに新しい武器来たよ。さっきのもそんなに弱くないんだよな。ハルバエド相変わらず位置なんだろうか。ジタバタするなよ。月星人ゲズラ出てるよな。いや違う、相変わらず一、何が悪いことしてんの。交流連打交流連打。武器じゃないな、やっぱり。決まったな。ブーツじゃなし。これもそんな悪いこと書いてないだろ。なんで一なん。理由は分からねえな。理由は分からんけど1だと困るんだよな。でかいのおるよ。すぐ楽にしてやる。パティの声。ここなのじゃ。うわってパティ。お、また会ったの。そんなところから出てきて。うむ。ねえ、そのお宝ってどんなものなの。聞いて驚け。それはマリスステラなのじゃ。何それ。さあ、白色のエステルも知らない。マリスステラはアイフリードのおた。ねえ、そのマリ宝とは。変なの。ねえ、ノードポリカで聞いた。何よ、そうなの。お嬢ちゃん、盟友に孫がいたとし。そういえばドンとアイフリードは。でもさ、だってその話本当。多分多分
多分というのは、エステルはなんで自分のおじ記憶喪失。ま、じゃあアイフリードの孫絶対ほ多分なあ。もうわかんないから。つまり記憶を取り、そのアイフリードを探し出すためにのじゃ。でもそんなことよりくれ、あ、そ、あんた、なん、うちもこっちへ行くつもりだったら一緒に、それがいいのじゃ。買い物に行くのとは承知の上なのじゃ。まあ、記憶喪失ってお話の中だけだと思ってました。案外簡単になるわよ。ブラスティアの実験に失敗、爆発に巻き込まれて記憶が吹っ飛んだってよく聞くし。でも記憶が一切ないっていうのは珍しいわね。寂しいですね。そうじゃな。でも昔の記憶がなくても今より先の記憶はこれからできていくものよ。そう悲観したものでもないと思うわ。なるほど、そういう考え方もあるのじゃな。うちの思い出のアルバムはこれからゆりとゆりとゆりで埋めていくんじゃ。ゾッとするアルバムだわ。私たちのことも少しは入れてほしいです。じゃ、隅っこにちまっと入れておいてやるのじゃ。あっちが正解ルート。うんうん、ヤバそうな敵ね。気引き締めろよ。先を急ぐぞ。クモの巣欲しかったよな確か。すぐ楽にしてやる。フォーリューリンガー、フォーリューリンガー。相手に不足はねえ。慎重に行きましょう。Thank you.
のじゃあれは。エアル？ケーブモックのと同じだわ。ここ。こりゃ、どう？強行突破。が、無理。です。この量のエアル。こんなもの。待て！うわ！さすがに離れた方が良さそう。この揺れは一体。あれがカロルの言ってた魔物か。違う。パティ。うお。吸ってる。エアル食べた。いい加減にして。リタ、危ないです。大丈夫よ、この程度の。今のは一体。暴走したエアルクレーネをさっきの魔物が正常化した。でもつまりエアルを制御してるってことで、ケーブモックの時にあいつが剣でやったのと。通っても大丈夫か。よし。パーティー気になるかしら。そりゃそうよ。どうすんだ。分かってるわよ。そいつはどこかに逃げ。逃げるわけないでしょ。いいわ。よし、決まったな。カロル、大丈夫。さっきの魔物の力もリゾマータの公式なの？エアルを食べる魔物なんて一体何だったんでしょう。少し他の魔物とは雰囲気が違ってたよね。ああ、そりゃ感じた。俺らのことじっと見てたようにも思うし。誰を食べようか悩んでたんじゃない。私長い時間目が合っていたんですけど。よかったわね、きっと一番美味しそうに見えたのよ。それ全然良くないです。ジタバタするなよ。フッ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 ありだ。いい感じだな。完了。確実に仕留める。覚悟しな。交流レンガ弾。行こう。聖なる活力。ここへ。ファーストエイド。白き剣を使わず。交流レンガ。その微笑みを我らに。ナース。本気出したらこんなもんだ。完了。人も行き来してるのに誰も気づかなかったのかな。多分今までは異変を感じるほどエアルが出てなかったんだと思うわ。じゃの、
最悪のタイミングで紛失してくれたおかげで、こっちはいい迷惑だけどな。おかげで発見はできたから、よしとしときましょう。そりゃお前は満足だろうけどな。で、その発見したエアルクレーネというお宝は誰が持ってるのじゃ？リタ、説明してやれ。いいけど、だったらなんで相槌打ってんのよ。あれ、めんどくせえな。無視してもいいんだけど。それやって楽しいかね。割とええもんだった。油断は禁物です。交流レンガ弾。排除排除、飛ばしていきますか。負けられません。すぐ楽にしてやる。交流レンガ。まだまだここからだ。